雨が降り始めています。横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対阪神タイガースの14回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはベイスターズの先発今永が横浜スタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか？立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。初球ボール、ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしない。引っ張った、ファーストが取る、一塁そのまま入ってアウト。バッターは2番に入っている糸原、昨日のゲームでは無安打に終わっています。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー今永、そしてキャッチャーは戸柱。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちに決まりました。ノーボールツーストライク。3球目打ちました。さあどうだ、レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスは3番上本、ツーアウトになっています。今日の先発ピッチャーは今永、ここまで8勝をマークしています。さあ初球は何か、アウトコースストレートが決まっています。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。改めてお聞きします。バッターの上本、バッターとしてはどういう特徴がありますか？まあ、アウトコースを引きつけて打つのがうまいバッターですね。ああ、そうですか。打ちました。この当たりはどうか？このフライはどうだ？落ちるか？筒香が抑えて3アウトチェンジです。この回、タイガース三者凡退です。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか？いや、もうとにかくね、あの先頭バッターですよ。まあ、ここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。タイガースマウンドに上がるのは先発の岩貞。どんな投球をしてくれるんでしょうか？梶谷が打席に入ります。昨日のゲームではサヨナラとなるホームランを放っています。いやー、よく打ちましたよ。あの土壇場で当然プレッシャーも大きかったと思うんですけどね、見事でしたね。はい、いい感触が残ってると思うんでね、今日も活躍してさらに調子を上げていきたいですね。はい、さあ今日はインサイド、打球はセンターへ、センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている桑原。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何で来るか、打ちました、取った、一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックス宮崎、ツーアウトランナーありません。この回のベイスターズ打線ですが、もうアウトカウントが2つになっています。まあ、積極的に打っていくのはね、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。まず何を投げてくるか、
インコース詰まりました。ここはフライになっています。糸原が抑えて3アウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。さあバッターは大山。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。最初は変化球できました。緩いボール決まりました。これが3球目。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクです。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。桑原抑えてワンアウト。打席には5番バッター福留。昨日はマルチ安打を記録しています。勝負強いバッティングをしてましたよね。はい。さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球持ってきました。ストライクです。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー1塁です。6番バッターマルテ。今シーズンここまでホームランは8本。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球空振りです。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。高めのボール詰まりながらも右中間へ。ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは7番に入っている俊介。今シーズンここまでホームランは1本。ツーアウトになっています。初球打ち取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。0対0同点です。2回の裏になります。さあベイスターズこの回は4番から始まります。バッターは都合。ベイスターズ0対0で迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。さあ2球目は何か。今のはバッターよく見ましたよね。はい。変化球わずかに外れてボール。インコース決まった。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振。ワンアウトです。バッターは伊藤。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライク。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。
さあ外してくるのか。打ちました。これはどうだ。ツーアウトになりました。バッターボックスは6番大和。ツーアウトランナーありません。インサイド変化球決まっています。得意のボールでストライクを取りました。ボールになります。さあ3球目は何か。低め落ちるボール決まりました。ワンボールツーストライクです。ライト方向を流しました。これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。これで7試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。バッターは7番に入っている戸柱。昨日のゲームでは無安打に終わっています。ヒットでランナーを1塁に置いています。西さんどうでしょう、走ってきますかね。まあ十分考えられるでしょうね。1塁ランナーは俊足のランナーです。まあキャッチャー送球がうまいですから、ランナーは気をつけないといけませんね。ああそうですね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。いやまだ分かりませんね。ただここは左ピッチャーなんで慎重になってくるかもしれませんね。ああなるほど。打ちました。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ベイスターズチャンスになります。ツーアウト二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはヒューマが入ります。さあ先制のチャンスです。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。初球はストライク。ストレートが決まっています。次が2球目。外。次が3球目。バットを出しません。ワンボールツーストライクです。体に近いところ。ファウルになります。引っ張った。さあどうだ。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点を先制しました。レフト前へのタイムリーヒット。1対0ベイスターズ、試合の主導権を握ります。さあ先制したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。ここで先制点が入りました。さあ打席には先発の今永が入っています。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ちょっとすっぽ抜けた感じです。低め決まってストライク。
3球目は何で来るか。インコース高めのストライク、ワンボールツーストライクです。これは見送ってボール。二塁牽制、二塁セーフ。打ちました。取った。二塁を送ります。スリーアウトになりました。しかしこの回ベイスターズ先手を取りました。2回の裏1対0。ベイスターズ先制です。里崎さん、先発がしっかりゲームを作っているわけなんですが、調子はまずまずですかね。まあ今日はストレートが非常にいいですよね。うまく使えてると思いますね。なるほど、やはり投手の基本は直球ですね。初球ストライク。2球目は何で来るか。緩いボールできました。外の低めです。ワンボールツーストライクです。打球はレフトへ。この打球はフライになっています。次はピッチャーの打順ですが、先発の岩貞がバッターボックスに入ります。ピッチャーの打席ですけど、雑にならないようにしたいですね。そうですね。初球は何から入ってくるか。インコース決まります。ワンストライク。打ちました。取りました。アウト、ツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター近本、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球簡単にストライクを取ります。はい、外の変化球わずかに外れてボール。インサイド見送っています。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った。これはどうか。一二塁間を破る。同点のランナーを出してしまいました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには2番糸原。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが2球目。まあ走ってくるなら早いカウントだと思いますけど、来ませんよね。はい、ここもランナーは動きませんでした。ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ。盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。この盗塁は阻止したかったですけどね。外の球打った。セカンドが抑えた。一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。1対0。ベイスターズが1点差を守っています。
西さん、早い回に先制したということでバッターの気持ちにも何か変化はあるんでしょうか。そうですね、やはりね、攻撃的になりますからね、どんどんまだまだ打つと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。インハイ決まります。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、そうですか。ボールになります。次が5球目。引っ張った、これはどうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さあ点差を広げたい場面、1塁にランナーを出しています。バッターボックスには桑原、そして塁上には梶谷。まあここは走らせても面白いと思いますよ。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。中途半端なバッティングで併殺というのだけは避けたいですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。バントしました。岩佐一塁を送ります。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。バッターの宮崎、今シーズンの得点圏打率は3割4分1厘となっています。やはりクリーンアップ頼りになりますね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。2球目打ちました。この当たりはどうか。レフトが取りました。3塁へ送球する。さあそして打席には筒香が入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ1点でも多く得点しておくべきです。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。さあそしてバッターボックスには伊藤が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけインサイド詰まりながらもライトへ、ここは打ち上げています。近本が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって1対0、1点リードはベイスターズです。回は4回の表に入っています。タイガース打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは上本、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。ベイスターズ1点リードで迎える4回です。さあ里崎さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあここから落ち着いて自分のピッチングできるかですよね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。3球目打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく引っ張られてしまいました。まあこれはいいバッティングされましたね。バッターボックス大山、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは長打を警戒しておきたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。ここはゲッツーを取りたい。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する。盗塁成功です。この場面で盗塁を決められてしまいました。
この盗塁は阻止したかったですけどね。低め打った、ファウルボールです。バッターボックスの大山、今シーズン得点。変化球打った、高いバウンドになった、サードが抑えた、一塁アウト、ワンアウトランナー三塁となりました。さあそして打席には福留が入っています。ここも怖いバッターですから、さらに集中が必要でしょうね。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあここをもう一踏ん張りしてリードを守ってこの回終わりたいですよね。なるほど、そうですね。外のボール打った、これは浅いフライ、レフトの前でワンオンバウンドヒットになる、サードランナーホームイン、タイガース同点、1対1振り出しに戻ります。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで同点打を浴びました。まあ踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。ここで追いつかれました、同点です。バッターボックスは6番マルテ。ベイスターズこの回同点を許しています。里崎さん、このマウンドは慎重に来た、引っ張った、この打球は落ちるか、どうだ、筒香が掴んで2アウト。打順は7番俊介、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。インサイド変化球決まっています。2球目打ちました、ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。ヒューマが掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点が入りました。1対1、タイガース同点に追いつきました。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスヤマト、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ベイスターズ同点で迎える4回の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、なんとかつなぎたいですよね。そうですね。さあ2球目は何か、2球目打ちました、このフライはどうだ、落ちるか、レフト掴んでワンアウト。バッターボックスには7番戸柱。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットが触れてるようですから、どんどん行ってほしいですね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。岩貞、まずは先頭バッターを打ち取っています。高めに持ってきました。低めのボール入りました。ワンボールツーストライク。4球目は何で来るか、高めのボール打ちました、弾き返した打球はセンターへ、センター掴んで2アウト。バッターボックスは8番ヒューマ、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。うん、よく決めてくれましたね。ここはもう初球打ち、この打球はフライになっています。セカンドが構えます。この回ベイスターズ三者凡退です。4回終わって1対1同点です。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。次にどちらのチームが1点取るか、そこが一番の注目ポイントですよね。そうですね、次の点どちらに入るんでしょうか。入りました、ノーボールツーストライク。3球目外れました。さあ勝負してくるのか、外れてボール。
サー仕留められるか。打ちました。ショート取った。アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の岩貞がバッターボックスです。ここはできればサクッと片付けたいですね。そうですね。初球打ち掴んでツーアウトです。打順はトップに帰って近本。前の打席はカーブを狙い打ちされたんでね、ここは気をつけたいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。内への変化球は決まりません。これが3球目。3球目打ちました。これはショートライナー。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1対1同点です。西さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか。まあとにかくね、ミスをしないということですよね。ミスをした方が負ける、それもよく言われるところです。低めの球、手を出しました。ボールですね。はい、外のストレートがストライク。ワンボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。岩貞、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが今永、そしてタイガースが岩貞、この2人の投げ合いとなっています。まあこういう足のあるバッターが出塁してなんとか突破口を開いてほしいところですね。そうですね。インコース打ちました。いい当たり、ファウルになります。まあここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これもファウル。高めのボール、打球はセンターへ。センターが取りました。ツーアウトです。バッターは2番桑原。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。インハイ決まっています。ナイスボール。このクロスワイヤーがいいですよね。はい、高めのストレート、ストライク。ワンボールツーストライク。見逃し三振。スリーアウト、チェンジ。この回ベイスターズ三者凡退です。5回終わって1対1同点です。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。
2回の裏、先制のランナーを置いて8番ヒューマ、追い込まれながら打ち返したあたりはタイムリーになりました。ベイスターズ先手を取ります。3回の表、このピンチの場面、ここは内野ゴロに打ち取ります。同点のピンチをしのぎます。4回の表、一打同点という場面、5番福留、左中間へのタイムリーヒット。ベイスターズここで追いつかれました。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合はご覧の通りです。横浜スタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガースの攻撃、打席には2番バッター糸原。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。ベイスターズ同点で迎える6回です。次が2球目、打ちました。この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。これが今シーズン50本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスには3番上本。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ええ、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゴロを打たせたいですよね。打ちました。セカンド取った、二塁アウト、一塁転送、アウト、ダブルプレー。バッターは4番大山。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。タイガースダブルプレーでランナーなくなりました。さてこの大山どういうバッターなんでしょうか。まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か、低めの際どいところですが外れています。サード取った、一塁へ、一塁アウトで3アウトチェンジです。この回タイガース結局3人で攻撃を終えています。1対1同点です。タイガース6回の裏、ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号22藤川がマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドを任されたのは藤川、今シーズン29試合目の登板です。昨日はリリーフに失敗、負け投手になっています。サニさん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。そうですね、なんとか攻略してもらいたいですね。この回の攻撃に期待しましょう。2球目は何で来るか、外れていきます。打ちました。これはどうか、センターに抜けました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返していきました。打席には4番バッター筒香。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。
まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。牽制、セーフ。打った、大きな打球になった。これはどうか、右中間真ん中破りました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー三塁二塁です。きっちりと自分の仕事を果たしました。もうまさにジャストミート、速い打球でしたね。はい、さあ、そしてバッターボックスには伊藤が入ります。さあ、一打勝ち越しの場面となっています。まあ、この辺りでリードを奪っておけると終盤に向けての戦い方も変わってきますからね。なるほど、そうですよね。ここは前進守備ですね。まあ、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようですね。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか？まあ、ボールをバットに乗せて運ぶように打つとフライが打てると思いますけどね。なるほど、そういうバッティングができるかどうか。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーがホームに帰ってきました。セカンドランナーも今ホームイン。ベイスターズ勝ち越しました。3対1、さあリードしました。さあ、勝ち越したシーンですが、もう一度ご覧いただきましょう。いやー、見事なタイムリーでしたね。ここで勝ち越しに成功。このまま流れを保っていけるんでしょうか。バッターは6番ヤマト。ベイスターズこの回2点を入れています。さあ、勝ち越しに成功し、なおも追加点のチャンスを迎えています。ここまで非常に打線がつながっています。バッターの大和、今シーズンの送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャーが抑えた。際どいタイミング、一塁アウト。きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁です。いいコースですが外れています。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようです。落ちる球を見極めました。打ち上げました。この打球はフライになっています。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁とかあります。繋がらなかったですね。まあ、ただね、チャンスは続いていますんで、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには8番のヒューマが入っています。いいまっすぐですね。はい、低めのストレート、ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。さあ、外してくるのか。いい当たり、掴んで3アウト。この回の攻撃はここまで。しかし、この回ベイスターズ貴重な得点が入りました。6回終わって3対1、ベイスターズが勝ち越しています。里崎さん、ここまで熱闘力投が続いているんですが、ベンチもリリーフは考えているんでしょうか？まあ、そうですね。ここまでの内容を見てもそろそろ動き出すんじゃないですかね。そうですね。リリーフのタイミングも注目しましょう。打ちました。取りました。アウト、ワンアウトです。打席には6番バッターマルテ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。
打ちました。ショートが取る。一塁送球。ツーアウトになりました。7番バッター俊介、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。この回の今永3球でツーアウトまで来ました。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。緩いボールを持ってきました。打ちました。これはどうだ。ボールを拾って俊介、ヒットが出ます。ツーアウトランナー一塁。8番バッター梅野、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に。初球打ち、ヒットになった。梅野、これが自身本日の初ヒットに。バッターボックスには代打の陽川。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。この期待に応えたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。いきなり牽制、二塁タッチもセーフ。この場面で初球から自信を持ってストライクを取ってきましたからね、さすがですね。ああそうですか。外、これは外れた。ストライクを取ってこれで追い込んだ。もう一球牽制球、タッチもセーフ。さあ勝負してくるのか。釣り球、しかし誘いには乗りません。この打球はファウルです。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、ライト前ヒット、これで3連打。さあそして打席には近本が入っています。さあピンチは続き満塁という場面。ここは勝負どころですね。ここでリードを守りきれば勝利も見えてきますからね。なるほど、そうですね。外の球打った、取った、一塁アウト、これで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。同点のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。3-1、 DeNA ベイスターズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。7回の裏、ベイスターズの攻撃です。一方タイガースはピッチャーが変わります。望月がマウンドに上がります。この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでベイスターズ代打を送ります。バッターボックスには代打の神里。ベイスターズリードで迎える7回の攻撃です。西さん、点差がありますんでここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。アウトコース、空振りです。156キロがいきなり出ました。これが2球目。力のあるストレートですよね。アウトコースのストレート、力があります。ノーボール2ストライクです。
改めてお聞きします。バッターボックスの神里、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ内野安打ありフォアボール。打ちました。右中間へ打球伸びる。ライトが取りました。打順はトップに帰って梶谷。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。ええ、バットは触れてると思うんで期待したいですよね。ええ、期待しましょう。ワンアウトランナーなしです。見極めましたね。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。ボール先行です。次が3球目。アウトロー空振り。154キロ。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあこの終盤、一塁には追加点のランナーです。バッターは桑原。そして初球打ち、さあどうだ。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁二塁。3番バッター宮崎、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。ここは少なくとも犠牲フライは打たないといけないですね。ここは内野は前進守備ですね。左中間へ持っていった。ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。ベイスターズ追加点を挙げました。5対1。これでリードは4点となりました。ここで期待に応えました。見事なタイムリーが出て点差を広げます。いやいい形でね、点を取れましたね。これからもうちょっと加点したいですね。このリードがあれば監督も安心できるかもしれません。さあそしてバッターボックスには筒香が入ります。さあチャンスが続きます。まあつないでいますから、ここでしっかり差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。まあここは際どいコースも含めて狙っていい当たり。これはどうだ。ワンバウンドヒットになりました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー三塁一塁。さあそして打席には伊藤が入っています。さあチャンスが続きます。まあこの流れ高め打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。サードランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、6対1になりました。ベイスターズリードを5点に広げています。打順は6番大和。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢。インサイド上本、素晴らしい守備を見せてくれました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。これはいい判断でしたね。初球打ち、下がっていく、下がっていく、ライトポール際、判定はファウル。今のはよく見ましたね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。153キロ。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。見逃し、このチャンスで手が出ませんでした。三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ3点を追加しています。7回終わって6対1。 DeNA ベイスターズのリード広がっています。
これから8回タイガースの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。三上が2番手としてコールされています。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。さあマウンドに上がったのは三上、今シーズン21試合目の登板です。さあ西さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。まあしっかり攻略したい。初球打ち、フェアかファールか、わずかに右に切れました。ファールボール、流しました。これはどうだ、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは3番上本、今日は盗塁を決めています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、レフトへ打球伸びる、レフトが取りました。ワンアウトです。打順は4番大山、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。打ちました。この当たりはどうか、この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。大山今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウト3塁2塁です。インコース詰まりました。さあバックホームするか、取ってツーアウトです。バッターボックスには代打の板山、里崎さん、ここで変えてきました。そうですね、まあただこういう場面を確実に抑えることが勝ちにつながってきますからね。そうですね。さあここをしのいでいけるかどうか。さあまず1球目打ちました。ヒューマン一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。6対1、 DeNA ベイスターズがリードしています。8回の裏ベイスターズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。背番号13岡本が4番手としてコールされています。点差が大きく開いた場面での登板となります。8回の裏ベイスターズは代打を送ります。バッターボックスには代打の関根。ベイスターズ攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。初球打ち、これはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。見事起用に応えました。ノーアウトランナー二塁です。変化球を見極めます。ここはバントを警戒する守備体制ですね。はい、そうですね。外角低めへのストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁と変わります。打順は1番に変わります。バッター梶谷。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。バッターボックスの梶谷、今シーズン得点圏での打率は3割4分となっています。いやー勝負強いバッターですね。ここも期待できるんじゃないでしょうか。あーそうですか。この球は見送ります。
ク。さあ、ツーストライク追い込みました。打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。ベイスターズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。7対1、ベイスターズリードを6点に広げています。2番バッター桑原。前の打席はツーベースでしたからね、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。なかなか打てないですよ。はい、外のストレートがストライク。いいところへ決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。左中間へのヒット。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー三塁二塁。初球はストレート決まっています。ここは前進守備ですね、やはり行ってもやらないぞという守備体制ですね。そのようです。アウトコースはこれは外れた。胸元強気なピッチングです。スリーボールになりました。低め絶妙のコースに決めてきます。フルカウントです。さあ、バッテリーは何を選択してくるでしょうか。打ちました。高いバウンド。糸原一塁送球します。アウト、ツーアウト。バッターボックスは4番筒香。先ほどのヒットはいい当たりでしたね、今日はバットが触れてると思いますよ。そうですね。ツーアウトになっています。さあ、2球目は何か。2球目打ちました。さあ、どうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。追加点が入りました。 DeNA ベイスターズ9対1。ベイスターズなおもチャンスです。打順は5番伊藤。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。はい、リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。そうですね。ベイスターズこの回7人目のバッターになります。次が2球目。今のはよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。難しいバウンド。取った。一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回ベイスターズ3点を追加しています。8回終わって9対1。 DeNA ベイスターズのリード広がっています。これから9回ベイスターズが守りを固めます。もうここは西さん、ファンも安心して見ているでしょうね。選手もね、ここまで来ると一安心ですよね。そうですよね。初球打ち、打球は左中間へ。センターが取りました。バッターボックスは8番梅野。前の打席はしっかり捉えてましたからね、タイミングが合ってるようなんで、ここは注意が必要ですよね。そうですね。三上、まずは先頭バッターを打ち取っています。
打ちました。取った。一塁へ。ツーアウトになりました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね、ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい。さあ最後のバッターになるでしょうか。胸元へ持ってきました。ストライクです。148キロ。アウトコース決まってストライク。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。これはバット出ず三振です。試合終了。 DeNA ベイスターズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。今日は西さん、打撃で圧倒しましたね。本当ですね、打線がよく頑張りましたね。よく打てたと思いますね、今日は。本当に打線がつながったゲームになりました。勝った DeNA ベイスターズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のタイガースですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様もお年物お忘れ